委員。はい、議長。はい。それでは、せっかくの情報提供、所有者の皆さんも、空き家バンクに登録をしていただけそうなニーズがあるということでありますので、利用者に探す方にとっても分かりやすいように、ウェブサイトの新設、または改善をお願いしたいと思います。次ですね、補助金の活用状況につきましては、前者の質問でもございましたが、市街化調整区域につきまして、やはり利用の望む声が多い、または実際にそういった相談もあるということで、積極的に市内全域を対象としていただきたいと思います。国の方でも、市街化調整区域の開発許可制度の運用、または弾力化をしまして、観光振興や移住定住促進、高齢者等の福祉増進を図る目的に、運用指針の一部が改正されました。市においても、農地法など条例法の関係がございますので、個別に対応をしていただくということでございましたので、しっかり、きめ細やかな個々の状況に合った対応をお願いしたいと思います。で、空き家対策につきましては、家族化や人口減少の問題、または費用の問題、そして更地にすると税金が上がってしまうなど、固定資産税の軽減措置が解除されることもあり、課題がさまざまございます。このことは社会全体の問題として、感じております。そのようなことから、総合的に対策を、今後ですね、塩尻市としても、総合的に対策を推進をしていく必要があるというふうに感じております。本市でも、特に高齢者世帯の単独世帯が増加しているというようなことも報告を、これまでも何度も聞いておりますが、そのような状況を考えると、余計に総合的な対応が必要ではないかなというふうに思います。そこで、健康福祉事業部長にお伺いしたいと思います。現在の高齢者の単独世帯がどのぐらい増加をしているのか、その状況、また地域別に違いがあるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。はい、健康福祉事業部長。はい、本年4月1日現在の住民基本台帳によります、本市の世帯数が27,120世帯のうち、65歳以上の一人暮らし高齢者世帯が3,099世帯、65歳以上の夫婦などで構成されている高齢者世帯が3,156世帯、合わせまして6,255世帯が高齢者のみで構成されている世帯となります。総世帯数に占める割合が 23.1% で、対26年比で 2.4% 上昇しております。地区別ちょっと見てみますと、高い順で、奈良川地区が 40.9%、北尾の地区が 32.0% となります。低い順では高出地区が 16.0%、 吉田地区が 17.2% の状況で、いずれも高齢化率と比例した順位となっております。以上です。はい、はい、10番議員。はい、議長。はい、高齢者の皆さんにとりましては、やはり住み慣れた地域で安心して暮らせるように、包括ケアの充実、包括ケアシステムの充実ですとか、地域の見守り体制など、しっかり整えていただきたいと思います。そして、住宅、家についてでありますが、これからもしっかりと対応を考えていく必要があるかなというふうに感じております。平成26年度、県の調査報告書を見ますと、空き家の発生要因として、単身の高齢者の住む住宅が多いと推察されるというような内容が報告されております。やはり塩尻市としても、安心で安全な町づくり、そして自然豊かな景観を生かした町づくりをするためには、空き家の適正管理、そして有効的な利活用、さらに空き家を未然に防ぐ予防対策など、総合的に推進していくことが重要かと思います。国では、空き家等対策の推進に関する特別措置法が、
の中で市町村の役割として空き家等対策計画の策定を示しておりますが、この点について本市ではどのように対応されるのかお考えをお聞きします。はい、市民生活事業部長。はい、議員さんのおっしゃる通り、空き家対策特別措置法の中で、この空き家対策計画を策定できるという、できる規定がございます。これに基づきまして、空き家対策計画を策定いたしますと、国の補助制度の適用が受けられるというような制度でございますが、本市では現在のところこの策定をしておりません。今後は他市の状況を参考にさせていただきながら、空き家等対策計画の策定について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。10番議員。はい、議長。はい、県内での取り組み状況や実すでに作成された計画内容、私も参考に拝見させていただきました。で、本市の高齢者世帯の状況ですとか空き家の状況などを踏まえると、やはり本市にとってもこの計画はとても重要な計画ではないかなというふうに感じておりますので、前向きに検討をしていただきたいと思います。社会全体の空き家については社会全体の課題となっております。それはすなわち塩尻市全体としての課題でもあるというふうに認識を今回勉強する中で深めさせていただきました。高齢者の生活をしっかり見守り、そして子育ての支え合いが求められています。またさらに空き家対策を目的として、3世代同居、近居を促進するための政策が本市にとっても重要ではないかと考えております。県内の状況を紹介します。千曲市では住宅の補修制度をこの9月からスタートしております。新築建て替え増築開始に加え、中古住宅の購入も対象とし、見守り支え合い、家族単位での見守り支え合いを推進をしております。またさらに定住促進または移住促進の意味も込めまして、市外から転入する家族がいる場合は補助金を加算をするというような制度内容になっております。今後本市でもこのような積極的な戦略的な対策も必要かと考えますが、特に子育て世代に選ばれる塩尻市としてこのような制度は重要だと思いますが、この点についてご所見をお伺いします。企画政策部長。はい、千曲市のですね、3世代同居の補助金、これにつきましては中古住宅の購入を行う場合も、該当になるというようなことをお聞きをしております。空き家対策にはですね、放置された迷惑空き家対策とそれを未然に防ぐための有効活用の対策、大きく2つ分かれるわけであります。国の政策の中では中古住宅の流通市場を整備をいたしまして、売買を活性化するというような必要なこと、売買を活性化するということが必要であるというふうに言われておりますけれども、これは国の政策でございまして、本市といたしましては今議員申されましたように全国各地においてですね、既存住宅を空き家にしないための、取り組みというものがされていることは十分承知をしております。したがって本市におきましては今後も本市の実情に応じた土地利用も含めたですね、住宅政策というものが大変必要になってくるのではないかというふうに思っておりますので、これはその町内の中でですね、対応できる組織の再編も含めて研究をしていきたいというふうに考えております。10番議員。はい、議長。私も今回この質問を させていただくにそれぞれ担当部署にお伺いして、ご意見などをお伺いしましたが、やはり部署ごとに政策が違うという組織体制も今後しっかり見直していただく必要もあるのかなというふうに感じております。ぜひ塩尻市 の自然環境、豊かな景観、または高齢者の皆さんにとっても安心で安全な住みやすい塩尻市を反映させていただくために、土地利用、住宅も含めた、戦略的な政策をしていただくことを要望して、以上のすべての質問を終了いたします。
はい、以上をもちまして山口恵子議員の一般質問を終結いたします。